夏山シーズンを迎え、山を登る際に必要な登山届の提出ボックスを吉野高校の生徒が作り、吉野山の駐在所に取り付けました。ボックスを作ったのは、吉野高校で森林の管理や木材加工などを学ぶ森林科学科の生徒で、地元産のヒノキ材が使われています。今日は生徒3人と学校関係者が金峰山寺の近くにある吉野山駐在所を訪れ、吉野警察署の福森署長にボックスを手渡しました。そして壁に取り付け、登山客への啓発活動も行いました。ポストに斜めの傾斜をつけて、入れやすくしたり取りやすくしました。今年、吉野署の管内では7月17日現在で6件、6人の山岳遭難が発生し、3人が亡くなっていますが、遭難する人の多くは登山届を提出せず山に入るといいます。山というのは過酷な場所ですので、十分注意して余裕を持った計画を立てて、登山届は必ず出していただきたいと思っております。